さて ST4 クラス28号車ティーズコンセプトさんのピットにやってきました、はい、ここね今日登録ドライバーの数が多いんですよ。で何人もいるなと思って名前見てたら若手がゾロゾロゾロっといるんで、あこれはなんかオーディションがなんかやってんなと思って来たんだけど、この人はもう去年から乗ってる人だよね。はい、東選手。はい、僕初年度から立ち上げ、チーム立ち上げから乗ってます、うん、まあちょっと車もだいぶ3年目で良くなってきたのでちょっと楽しみだなって。3年目で下手ってきたんじゃなくて良くなってきたの？はい、良くなってきたの？そう願います。まあ熟成されていくよ ね、 ね、はい、で若いのが乗ってますけど、今日はこの若い人たちが乗ってるなんか趣旨は何ですか？まあこれからまだ次の走行から乗るんですけれども、まあ、X3 切磋琢磨してるんで24時間も兼ねますし、ね、はい、若手を育てようということで、はい、これも有望な若手ですよ、ね、はい、こちらは小高監督。はい、はじめまして。カートで名を馳せて F4 で名を馳せて F3 は今年から、ね、そういうドライバーですね。どうですかツーリングカーに向けて？まだ全然乗ったこともないんで、まあ、フォーミュラカーに比べても、まあ、ゆっくりっていうか、そんなピーキーじゃない、まあ、全然本当に未知の世界なんで、まあ、これからどんどん1年間かけてというか、まあ、成長できたらいいなと思います。まあ、僕はもう3年ぐらい前に会った時からずいぶん大人なコメントするようになりましたけど。まあね、第二の壺井といいますかね、それも打ち破ってっていうパターンだと思います。期待大丈夫ね。こっちはもう親父から僕は知ってるんだけど。はい、河野俊介。はい、はい、こんにちは。今ツーリングカーの経験もあるよね。まあ、シリーズ意外とシリーズっていうのはないんですけど、まあ2、3年前からスポットで出させてもらって、まあ、今年も基本はその24時間のスポットだけなんですけど、まあ、今回のテストでいろいろ乗らせていただいて、まあ、チームに貢献できたらなと思います。そうですね。いやもうこの辺はね、みんなねいい先輩に囲まれてね、いい体制に囲まれて間違いなく将来ね日本のトップドライバーになっていくね。ちゃんと目は潰しといた方がいいですよ。わかりました。大丈夫です。X3 で何かあるとチーム内でも喧嘩しそうなんで。この2人が喧嘩して。F3 でもこの2人は今年はバトルするらしいですね。ぜひ頑張ってもらえ、はい、一押しはどれですか、カメラさん？一押し可愛いよね、どれもね。そうですね、皆さんイケメンのチームなので、はい、ぜひ女性はそういったところも注目していただければ、はい、はい、と思います。はい、では皆さん今シーズン頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、いいレースお願いします。